んにちは、カナノアレスピン。今回はですね、はい、2019年入りました。入りましたね。で、初めてゲーム企画です。2019年ゲーム企画、イエーイ。ゲームやりたい。やっぱ新年じゃんって考えた私は、うん、新年の遊びって何かある？お年玉？あ、違う、遊びじゃなかった。こわっ。お金をもらう遊び。こわっ。あー、あるね。他は？お年玉とこわしか置かない。でも思いつけちゃう、なんとなく。あ、あれだ、目隠してさ、顔をペタペタ。あー、なんかまあいくつかあるじゃん。ありますね。カナはその中で今回、はい、あれが思い出す。何ですか？羽子板？バドミントンの日本版みたいなやつ。羽で、あったね。今回そのゲームをしようと。イエーイ。ポンポンするのね。そうだけどね、ポンポン聞いて、ポンポン聞いてほしい。ハゴ板をね、探したんだけど、めっちゃなんか無駄に高かったり、うん、売ってなかったりで、なかった、ね、あ、なかったの。今回だから、家であるもの、こちらがあったんです、私の家に。風船と卓球。はい、ということで、今回ハゴ板っていうか、ハゴ板風ゲームやりたいと思います。なかったから、ハゴイドの代わりが卓球ね。羽負けたらタピオカをおごる。おごります。じゃあ今からハゴイタ風ゲームやっていきましょう。イエーイ。スタート。そんな遠くまでいけないよ。今の今で、ね、今練習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 。はい、よいスタート。あっ、やー。待って、難しい。楽しかったね。なんかさ、卓球とかもさ、100均とかでさ、今の時代売ってるからさ、結構お安くできるよね。100均。はい、じゃあまたなんかゲーム企画とか、まあ、やってほしい企画あったらぜひぜひコメントにしていただけると嬉しいです。待ってるよ。じゃあまた次回もお楽しみにしててください。以上です。バイバイ。チャンネル登録と高評価お願いします。待ってるよ。